ズバムこんにちは。食玩愛好家タボテラスカでございます。先日ふらっと立ち寄ったスーパーで見かけましたらですね、こちらをゲットしてまいりました。これですよ、コンバージですよ。まあ、食玩のちっちゃいデフォルメフィギュアですね。以前ですね、ウルトラマン4体目の動画を出したことあるんですけれども、まあ、こういったコンバージっていうデフォルメフィギュアを買うよりは全高15センチぐらいの可動フィギュアにお金を使っている人間なので、あんまり普段重視してないんですよ。ただですね、たまたま立ち寄ったスーパーでリケイドとブレイザーっていう、まあ、こっちはキャラクターが好きで、こっちは造形が好きでっていう2大推しキャラを見かけてしまいましたのでですね、でしかも SNS で見かけたらこの2つ結構人気ですぐなくなっちゃう、抜き取られちゃうっていうことで、いやじゃあこれチャンスなんじゃねっていうことでこの2つ買ってまいりました。なのでですね、今回はこちらを軽く開封レビューしていきたいと思います。いきましょう。こちらパッケージでございます。ブレイザーはキャラクターを象徴するかのような赤と青2色の配色。ディケイドは緑、これ副眼イメージですかね。その背後に薄くフィギュアが乗ってるっていう感じでですね、両者ともにキャラクター性を表しているいいパッケージデザインな気がします。で、裏面こんな感じですね。まずはブレイザーから。まあ、セット内容シンプルですね。本体と台座支柱、ガム。最近の食玩はガムが主流なんですかね。ラムネガの方が好きなんですけど。こちらもディケイド本体と武器持ちの手首、台座ですね。組み立てるとこんな感じでございます。両者ともによくできてるなっていうのが第一印象ですね。特にこのブレイザーに関しましては、体の複雑な赤と青のライン、それと頭部の特徴的なクリスタル部分の造形がめっちゃくちゃよくできてて、いや塗り分けすごいなっていう感じ。まあものすごく欲を言えば、頭部のクリスタル部分のところはクリアパーツが良かったなって思うんですけれども、まあそれは結構コストの都合というか、いろんな諸々の事情によって、まあ、塗装災害なんでしょうねっていう感じですね。まあそれでもこのメタリックブルーの感じはめちゃくちゃ見てて気持ちがいいツヤ感ですし、500円でこのクオリティなら十分なんじゃないかなっていう感じがしますね。裏面の塗装は省略されてるんですけれども、それでも黒の成型色ではなくて一応シルバー一色で塗装はされているので、最低限の息粉は損なってない感じですね。まあこれくらいなら許容範囲内でしょう。で、一方のディケイドなんですけれども、こちらも非常によくできてるなっていう感じですね。このマゼンタと頭部の黒いプレート部分の塗り分けは非常に細かいですし、まあ、ワンポイントアクセントにもなっているベルト、ディケイドライバーの中心の赤い窓が無塗装なところと、それからライドブッカーの中心の黒いラインも無塗装なところでですね、パッと見物足りなさっていうものは目につくんですけれども、まあでも食玩クオリティならこれでも十分でしょっていう感じですね。特にこのディケイド特有のスラッとした立ち姿、デフォルメフィギュアながらでめちゃくちゃいい再現度ですし、この複眼のね、このクリアなモールド、ディケイドのフィギュアって総じてこの複眼の再現度が非常に高いなって思うんですよね。マスクヒストリーしかり、フィギュアーツしかり、ディケイドは複眼部分の再現度が高い。またちょっとこの複眼のね、目の感覚がちょっと近めかなって思ってしまうところぐらいですかね、違和感といえば。それ以外にはフィギュアにした時の違和感っていうのは特にないですね。ただこちらはブレイザーと違って裏面は完全無塗装ですので、まあこちらフィギュア感というか、裏面から見た時に雰囲気はそんなにない感じですね。ここは残念でしたね。あ、でもブレイザー、特にウルトラマン系はね、赤かシルバーどちらか一色で塗装しておけば最低限の雰囲気が出るのに対して、ディケイドとか特にライダー系ってめちゃくちゃ色が複雑だから、一色ベタ塗りだとどうしても偏っちゃうんでしょうね。だとすると、まあこれはこれでありなのかなっていう感じですね。コンバージ系はね、ウルトラマンも仮面ライダーもね、複眼部分のクリアパーツがめちゃくちゃいい感じなんですよね。というわけで以上がですね、コンバージフィギュアのレビューでございました。まあ、今回は特に縛りなく目についた自分の好きなキャラクターだけをつまんできたので、まあ、このブレイザー、ディケイドっていう並びなんですけれども、今回この2つどちらかといえばブレイザー、こちらですね。いや、どっちも好きなんですよ。だからこそ買ったし両方満足してるんですけれども、やっぱり僕ブレイザーのデザインがめちゃくちゃ好きなんですよ。このウルトラマンらしからぬ全身のゴツゴツした造形と頭のクリスタル部分ね、ここめちゃくちゃ好きなんですよ。割とだからデザインで言うと本当に歴代の中でもトップに食い込んできてるので、早くフィギュアーツが来てほしいなっていう。現時点では僕の初めての立体物としてのブレイザーはこのコンバージュですけれども、それで十分満足できるレベルですね。あとこれ不思議なんですけれども、ブレイザーは足元にこう穴がなくて、代わりに背中に穴があって支柱でこう支えるパターンなんですよ。一方ディケイドは背中に支柱がなくて、足にちゃんと穴があってこう差し込んで立たせるっていう方式なんですね。両方とも同じ大きさのレベルなのに、なんでこの差があるんだろうっていう、どういう違いなんだろうっていうところが気になりますね。直立か鏡ポーズかの違いなんですかね。まあ総じてコンバージ系ってね、食玩にしては割高500円ですけれども、それに見合うクオリティを毎回提供してくれるので、なんか本当にいいもんだなと思いました。コレクションケースに追加しておこうと思います。というわけでまた次回の食玩でお会いしましょう。バイバイ。